川崎六号の渡し船、歌川広重川崎市は、神奈川県の北東部に位置する市、政令指定都市である。人口は約154.2万人。中世以前は、市内全域が旧武蔵国に属し、神奈川県内の市町村では、唯一旧相模国に属していた地域を含まない。地域は7区の行政区に分かれる。ブランドメッセージは、カラーズ、 フューチャー、いろいろって、未来。政令指定都市20市の中で面積が最も小さい。神奈川県内で横浜市に次ぐ第2の都市であり、人道府県庁所在地の市では最大かつ唯一人口が100万人を超えている。財政状況も良く、財政力指数は1.02で、政令指定都市では最も財政に余裕がある。東京へのアクセスが良いため人口は、 増加傾向にあるが、面積が狭く、市の方も全域で宅地化が進んでいるので、人口密度は高い。古くは、東海道、中原道、大仙道、津久井道が南北に通り、その宿場を中心にして発展してきた。川崎大師は初詣に多くの参拝客が訪れる寺社として有名であり、その数は神奈川県で1位である。川崎駅、 京急川崎駅周辺が市の中心地であり、特に川崎駅東口を中心に関東有数の繁華街が広がっているほか、西口にはショッピングセンターとして日本2位の売り上げを誇る巨大商業施設ラゾーな川崎プラザが位置しており、駅周辺は非常に賑にわっている。東海道線や京急線を中心に古くからの市街地が形成されているほか、 現在は、市の北西部を中心に、東京近郊の新興住宅街が広がり、臨海部に広がる京浜工業地帯の工業都市でも、ある。また、玉川沿いの武蔵小杉駅周辺には、東京への通勤者向けのタワーマンションが林立しており、川崎市は繁華街、工業地域、超高層マンション街、郊外の新興住宅地と、多様な面を合わせ持っている。 2015年度の東京都へ通勤、通学する15歳以上就業者、通学者の割合は41.1%であり、いわゆる、神奈川都民が非常に多い。神奈川県内でありながら、県庁所在地である横浜市よりも、東京都の結びつきが非常に強い。2015年の中夜間人口比率は88.3であり、政令指定都市でありながら、 東京のベッドタウンとしての側面が強いため、100を大きく下回っている。神奈川県の北東部、県の最東端に位置し、東京都と横浜市に挟まれた細長い地域を持つ。県内では、横浜市以外の市町村とは隣接していない。市の北側を多摩川が流れ、東京都との境となっている。街道沿いには、古くから栄えていた町が点在し、周辺は、 完静な住宅地となっている。しかし、駅周辺は、東京都の近さから、近年開発が進み、特に、川崎駅前周辺は、市内随一の繁華街で昼夜を問わず人が多い。西部の多摩丘陵には、のどかな田園風景が広がり、新興住宅地が多い。東部の東京湾岸の埋め立て地は隣接する横浜市、鶴見区沿岸部とともに大規模な重工業地帯と、 なっているなど、多様な面を見せる。河川東京のベッドタウンとしての性格が強く、東海道線、横須賀線、京急線、京王相模原線、東急東横線、東急田園都市線、小田急線などの通勤路線を通じて、東京都心部との交流が深い。各路線ごとに、東京区部、横浜市北部を含めた、 沿線地域圏を形成しているため、稲田堤や若葉台、上戸や新百合ヶ丘をはじめとした北部では、新宿や渋谷といった東京都心部のターミナルへの志向が強い。行政区川崎市は現在7区で構成される。なお、7区のどの名称も他の政令指定都市では全く使われていない投資オリジナルの名称である。川崎区区役所の最寄り駅は川崎駅。 幸い、区区役所の最寄り駅は矢吹駅。川崎駅や武蔵小杉駅などからバス利用が便利。中原区区役所の最寄り駅は武蔵小杉駅。高津区区役所の最寄り駅は溝の口駅。多摩区区役所の最寄り駅は向ヶ丘遊園駅。宮前区区役所の最寄り駅は宮前平駅。麻生区区役所の最寄り駅は新百合ヶ丘駅。括弧内は、 行政区を示す6号の私1860年代原始以前、北西部の丘陵地帯に人が定住したのは古く、黒川などでは旧石器時代や縄文時代の遺跡が確認できる。しかし、玉川沿いや臨海部の定地はかつて海底だった場所が多く、玉川の堆積作用や海面の低下により、徐々に陸地化が進んだ。古代7世紀に立領体制の整備により、 武蔵国吉次軍の一部となり、奈良時代には、現在の高津区に軍賀が,が置かれ、地域行政の中心になったと推定される。平安時代からは、荘園が発達し、稲毛氏が広い地域を支配した。中世前日の稲毛氏の一族、稲毛三郎重げなりは、源の頼朝の御家人の一人となって活躍した。また、大事三連には、川崎大使が建立され、 門前町の形成が始まる。その後鎌倉時代から戦国時代にかけては小規模領主による分地が進み、やがて北条氏の支配下に入った。近世慶長16年には小泉時代部の指揮により、日家療養水が完成、中野島から大師、大島に至る玉川、流域平野のほぼ全域を流れ、農業生産力の向上をもたらした。 二気漁用水で潤った水田で生産された米は、稲毛米と呼ばれ、江戸で寿司飯として人気となる。また、江戸幕府が成立したことで、東海道や中原街道の重要性が高まり、川崎塾の整備が進んだ。ただし、川崎塾が正式な宿場に指定されたのは、東海道五十三寺の中で最後となる源那九年のことである。この時、玉川の橋は流され、 以後、川崎塾は、六号の渡しの都下店、及び、川崎大市への玄関口として反映する。この他にも、中原街道のマリコの渡し、大仙街道の西の渡し、津久井街道の上り戸の渡しが整備され、いずれも後に、東京への鉄道が建設される、宿場町が形成された。近代大仙街道の商店溝の口明治。 大正期は、川崎駅周辺で都市化が急速に進行する一方、丘陵地帯では、従来の農産村も維持されていた。その後昭和前期になると、鉄道路線の開業が相次ぎ、私鉄沿線には、住宅地が、玉川沿いの南部線沿線には主に工業地が、展開した。近代京浜工業地帯現代大司教このほか、明治以降の埋め立ての進行で、 地域は海に向かって拡大している。市長役所市議会兼議会衆議院とどろき、陸上競技場とどろき、アリーナ海外国内、地熱ったら像な川崎プラザ、川崎市役所第三庁舎より南を見る、川崎市役所第三庁舎より北を見る、川崎市役所第三庁舎より北,をより北東を見る武蔵、小杉農業江戸時代初期の二家両用水の整備で、 玉川流域での水田開発が拡大し、農業生産力が向上した。また、江戸時代以降、大正七江戸に近い立地を利用して、果樹栽培が営まれ、宿川の桃や大善寺の柿が知られた。中でも、玉川梨は、明治20年代に新品種として長寿狼が発見され、その栽培は全国に普及していった。しかし、その発見地である、 臨海部での果樹栽培は大正以降の工業開発によって失われた。内陸部でも戦後は都市化の進行により急速に農地が減少した。現在は市の施策などで伝統的な名産品の復興などに力が注がれている。工業、京浜工業地帯の中にあり、明治時代の産業革命以降は重工業が発展した。特に、 昭和前期に臨海部での大規模な埋め立てが行われ、製鉄所や化学工場、機械、電気工業などの建設が進んだ。日本交換、富士通、日本電気、東芝などの大規模工場と、それに関連する中小工場が多数建設され、現在に至っている。近年では、先端技術の研究所なども多く立地する。川崎マイコンシティ。 神奈川サイエンスパークの建設などもこれを促進している。一方臨海部の工業地帯では、重化学工業不振からの再生が企画される一方、産業遺産としての保護も進められている。また、市では、羽田空港の神奈川口整備を見越して、臨空型の工業整備を意図している。商業川崎駅東口には、地下街、アゼリア、西口には、ラゾー川崎が立地し、 川崎駅周辺商業地の中核となっている。その他、特殊な例として近世からの歴史を持つ関東ナンバー2の風俗街である堀の内と南町がある。川崎市の副都心として、溝の口駅には、丸い、新百合ヶ丘駅には、イオン、エルミロード、オーパなどの商業施設が建設されている。また、第三都心として、 武蔵小杉駅も横須賀線の駅ができたことで都市化が進んでいる。他、住宅地が多いため、中小規模の商店街やスーパーマーケットなどは市内全域で見られる。しかし反面デパートが閉店して、2015年に百貨店の最下屋が閉店したことで、日本全国の政令指定都市の中で唯一百貨店が存在しない都市となった。 川崎市は百貨店不在の状況となっている。日本百貨店協会加盟店として総合、西部が小型店をその前年に開業させたものの、売り上げが思わしくなく3年足らずの2017年8月27日には閉店となった。最下屋がその後ホテル内に開業させた小型店は協会加盟店ではない。近年は、 芸術関係での産業振興に力を入れており、川崎駅周辺での地ち熱ちったプロジェクトやミューザ、川崎の建設、麻生区では、新百合川丘駅付近への昭和音楽大学、日本映画大学の誘致や、川崎市アートセンターの建設、川崎新百合映画祭の開催などが進められている。中でも2 0 4年にミューザ川崎がオープンした後に、川崎市は音楽の街、 川崎を推進している。本社、本店を置く、企業拠点を置く、企業新聞社地上波放送上下水道、先週学校市内に、空港はないが、多摩川を隔てて隣接している、東京都大田区に、東京国際空港がある。現在、東京国際空港の再拡張工事に伴い、神奈川口として、川崎区との町地区への佳境、及び、 トの町地区を空港周辺区域として整備する等の検討が進められている。東京国際空港へのアクセス、成田国際空港へのアクセス、川崎駅東口東日本旅客鉄道、京王電鉄、小田急電鉄京浜急行電鉄、東急電鉄主な町、ターミナル廃止路線計画中の路線計画中止となった路線構想中の路線一般道路線バス。 川崎市バスがほぼ全域で運行されているほか、むね臨港バスが臨海部から、東横線周辺まで、東急バスが、川崎駅から、小田急線まで、小田急バスが、小田急沿線で、それぞれ運行している。また、横浜市営バスが、川崎駅西口に、神奈川中央交通東バスが上りとに、週1日、柿尾周辺に、週1日に、京浜急行バスが、 武蔵小杉駅に乗り入れてくる。乗車方法は、前乗りや折り先払い方式、運賃は均一性である。2019年10月現在の均一運賃は210円だが、横浜市営バスのみ220円である。また、民営バスで、東京都区内、東京多摩地区、または横浜市内にまたがって運行する路線は、乗車時に事前に交車停留所を申告して、運賃を支払う。 たく完をとっている。なお、神奈川中央交通東の淵24系統は、乗車方法が中乗り前折り小払い方式で、運賃は整理券を用いた区間制である。すべての路線においてパスもスイカが利用できる。は、路線乗り入れのみで、川崎市内に所在しない営業所。高速バス高速道路国道都道府県道平間、寺日本民家園。 川崎加工水門川崎市市民ミュージアム、生田緑地ある、川崎市、岡本太郎美術館ミューザ川崎シンフォニーホール、川崎市、アートセンター野球1952年に、川崎球場が開設された当初は毎日オリオンズが、準本拠として公式戦を使用していたが、川崎市を本拠地とする、プロスポーツチームの公式な第1号は1954年結成の、 高橋ユニオンズだった。しかし、翌1955年に太陽ホエールズが本拠地を川崎に移転すると、セリーグ、とりわけスター選手の宝庫と言われた巨人との対戦を中心に観客動員が上昇。高橋球団は経営的な危機に立たされ、1957年のシーズン開幕前に大エースターズへの吸収合体が発表され、 わずか3年で消滅した。一方、対応は人気の面では観客動員が飛躍的な伸びを見せるが戦力は今一つで常に最下位争いが指定席だった。しかし、1960年に巨人の5連覇を阻止してリーグ初優勝。日本シリーズでも全試合とも1点差という僅差で4連勝して日本一を決めた。 その後は1964年に阪神との大接戦を演じ優勝を逃したが、その後は再び再開争いに定着してしまった。しかし、ライバル、巨人、特に世界のホームラン王、大貞治が一本足打法第一号、日本プロ野球発の700号など多くのホームランを打ち込んだのも一つの人気だった。だが、太陽球団は百七十八年のシーズン開幕時に、 横浜市に新設される横浜スタジアムへの本拠地移転を示唆。川崎市民は本拠地の移転に反対したが横浜移転は強行された。その後、当時東京都近郊にメインスタジアムがなく事実上仙台市を本拠としていたロッテにアプローチをかけ1978年から本拠地として使用することになった。川崎時代のロッテは 観客動員に苦しむが、1980年の張本勲の3000本安打達成、1982.8586年の落合博光の3冠を獲得、また1988年の近鉄のリーグ優勝をかけた10.19決戦など、注目の高カードが展開された。しかし、そのロッテも福岡市や千葉市など各地からの移転のラブコールがあり、 川崎市が球場を回収しないため、1992年のシーズンから千葉市に建設された市営の新球場、千葉マリンスタジアム2点。これが川崎市を本拠とする最後のプロ野球チームとなった。また、川崎球場自体も1995年に発生した阪神大震災を契機に開かれた耐震調査で、震度5以上の大地震で、 スタンドが倒壊する恐れがあるということから、スタンドの取り壊しが決定。2000年3月、横浜 VS、千葉ロッテのオープン戦を最後に、プロ野球の開催球場から身を引くこととなる。現在、川崎市には、とどろ球場もあるが、設備の都合上1軍の試合は開催できず、プロ野球公式戦の開催予定は、立っていない。このほか、読売ジャイアンツが2軍の本拠地である。 読売ジャイアンツ球場を多摩区に設けている。かつては2軍の本拠地として中原区の玉川河川時期内に日本ハムファイターズが前身の東映時代より日本ハム球団玉川グランドを太陽ホエールズが太陽玉川球場を設置していた。サッカー J リーグ発足以前、川崎市には東京都稲城市と多摩区にホームタウンを有する QJSL 一部に 読売サッカークラブ、東芝堀川町サッカー部、日本交換サッカー部、同2部には富士通サッカー部がそれぞれ川崎市で多くの公式戦を開いていた。1993年の J リーグ開幕にあたって、東芝、NKK、富士通ともプロサッカークラブを川崎市で結成することに難色を示し、読売 SC が川崎市を本拠地とするプロサッカークラブとなった。 読売は東京都を本拠とした意向だったが、当時は東京都内に J リーグ開催企画のスタジアムが新宿区の国立競技場と世田谷区の駒沢しかなかった。しかし国立は J リーグの方針により特定チームの本拠地とせず各チームが試合開催できる中立的なスタジアムにすること。駒沢は目黒区にある国立病院機構東京医療センターが 近接しており、騒音や夜間照明による公害のためナイトゲーム開催が不可能なため本拠地にはできなかった。そのため、やむなく轟きをホームに、ベルディ川崎として活動することにした。ラモス・ルイ、三浦和義、武田信弘、北沢剛など、当時のスター選手を多く抱えていたベルディ川崎は、J リーグ初代年間王者に輝き、翌年度も年間王者を達成。 しかし、当時の川崎市は、踊り木競技場を市民利用のための公演施設で、あるとして、川崎球場同様に、大規模な改修には、ほとんど手をつけず、まだら模様で傷んだピッチの芝生の上に塗料を塗るなど、存在な対応だったため、当時の人気チームらしからぬスタジアムとして、ファンからの悪評を買うことになってしまった。その後2年をかけて2万5000人収容のスタンドや、 ピッチの拡張など J リーグ基準に適合したスタジアムへのリニューアルを実施したが一方で市幹部からは川崎には代わりのチームがあるとこちらも存在な発言をしたりしていた当時 J リーグにあっても企業スポーツであり続けようとしたベルギーと革新政権であった川崎市との乖離は著しくこの時点で地域密着の理念が実現されることはなかったこの頃 NKK サッカー部は企業合理化のため、1993年の QJFL を最後に廃部が発表。東芝は川崎市でプロ化すると、ベルギーのような人気が見込めず、またチームを維持することも難しくなっていたこと、札幌市でプロサッカークラブの誘致が活発化したことにより意見が一致し、1996年にコンサドーレ札幌として移転した。 富士通サッカー部は当初はプロ化には参加せずアマチュアイズム重視を目指したが、轟きスタジアムのある中原区の商店街や青年会議所が中心となって実業団から市民クラブとして育てることとし、チームもこれに応じる形で1996年に、まず名称を富士通川崎サッカー部と川崎市の名前を被せて、1997年に J リーグ巡回員となるのを機に、 富士通サッカー部を法人組織、富士通川崎スポーツマネジメント、クラブ名も川崎フロンターレとして再スタートすることが決まった。下用のつたなさから、プロ野球同様に2000年のシーズンを最後に、ベルディが東京都スタジアムへ東京ベルディとして移転し、この時点で川崎市から一部リーグのチームは一旦消滅した。一方川崎フロンターレは2001年には、 J2 に降格したものの、2004年に、元鹿島アントラーズの関塚隆を監督として迎え、J2.2 回目の優勝、J1 復帰を決めた。フロンターレは、地域のコミュニティを重視し、試合だけに限らず様々なイベントに参加することを、チーム運営の方針としている。2004年9月には、川崎市、ホームタウンスポーツ推進パートナー制定による認定を受け、 さらに2006年4月には、フットサル施設、フロンタウン、サギ沼の指定管理者になっている。バスケットボール2016年秋、B リーグ開幕し、川崎ブレイブサンダースが、川崎市と驚き、アリーナをホームアリーナとする、プロチームとなった。アマチュアスポーツ工業都市として発展した地域のため、社員、職員の福利厚生と健康増進を目的とした。 市内の企業によるスポーツチームは数多く作られてきた。特に野球は盛んであり、そのシンボル的存在として、川崎球場が誕生すると、都市対抗野球で数多くのチームが活躍し、また他のスポーツでも全国リーグの展開やマスメディアの発達などにより、社名の宣伝効果も期待されるようになった。だが、 企業内の非生産的部門ということから不況による企業の経営悪化などの影響を強く受け、旧配部や市外への転出、統合も数多く発生した。しかし2004年9月に、川崎市ホームタウンスポーツ推進パートナーが制定されると、プロサッカークラブの川崎フロンターレと同様に、市外のスポーツ資源という立場を得ることになり、市の広報などでも多く扱われるようになった。 推進パートナー、川崎市ホームタウンスポーツ推進パートナーは、川崎市内を本拠地として、スポーツで活躍するチームや選手を対象に、川崎市が認定する制度である。その他のチーム、川崎競輪場、川崎競馬場、川崎市として、川崎競輪場、神奈川県と川崎市で共に、神奈川県川崎競馬組合として、川崎競馬場を主催している。歌詞に、横須賀市、 横浜市、川崎市、東京都品川区の地名が出てくる二輪車や航空機などで著名な機械メーカー、川崎重工業とは関係がない。また、川崎病、川崎医科大学、川崎医療福祉大学とも無関係である。注釈出展。ありがとうございます。